はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したいマクロス表はこちら、歌は希望ということで、マクロスデルタ VF31A のカイロス・マキナ・中島ということで、先日音楽ユニットワルキューレ VF ガールシリーズが始動ということ。バリアブルファイターガールズよりワルキューレが満を持して登場と、その記念すべき第一弾はマキナとなってますと。第一弾ということなんで、まあ、これから、これプラモデルですかねの、マキナが出たということで、ワルキューレが出てくるっぽいです。はい、価格が 12,320 円、発売日が来年の、4月の予定となってますと。こんな感じですね。普通に立たせるとこんな感じとなってますと。で、顔のパーツとかがちょっと変えれたりして、モデラーズ見てる人とかは分かると思うんですけど、バルキリーさん、まあノゾミルが描いたやつから、その後三田さんとかが描いたのかな、はい、やったキャラクターとなってますと。で、マルチドローンプレートということで、はい、これアニメ見てたりしたら知ってると思うんですけど、これに、まあ、載せたりもできますということです。はい。で、ファイターモード、ファイターモードマキナと合わせる機体は VS31A のカイロスと、まあ、これと合わせてとこういう感じもできますよと。ガオークモードで、バトロイドモードだと、まあ、その合体みたいなさせることができますと。はい。で、まあ出るのが4月なので、まあ、4月の時期によってはもしかしたら、まあ、これプラス、なんかで、あのモデラー第8回のモデラーズ5月の末だと思うんで、応募もできるかもしれないので、まあ、これを基準に考えてみるのもいいかもしれません。はい。まあ、4月に出なかったらできないんですけど、はい。という感じで今回は、マキナの VF ガールズシリーズが登場と。情報でした。まあ、これからこの後他の4人のワルキューレメンバーも出ると思うので、ご期待ください。という感じで以上とさせていただきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロ情報でお会いいたしましょう。